皆さんこんにちは、大人の保健チャンネルの金浦です。今日もですね、イースト駅前クリニックさんがコラボしているセクテクさんの動画を一緒に見て一緒に勉強していきましょう。申し訳ないでした。今日の動画のテーマは何でしょうか。はい、今日のテーマはですね、はい、発情期。発情期、女子がしたくてたまらなくなる時期7選。はぁ、でもまあ確かにその晩年発情期でーすみたいな人もいるけど、中には、はい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 、やっぱその数多くの女性は波があるんですよね。性欲が高まってる時期、全然したくない時期、はいはいはい、でまた高まってくる時期っていうのがあるんで、それが今日7選知れるというので、気になります、気になります。一緒にじゃ動画見て勉強していきましょう。予約不要、全員駅から徒歩10分以内、お薬当日もらえます。セクテクチャンネル始まるよ。発情期の女性がわかるサイン、サインがあるんだ。女性は性欲が高まって性的なことを考え続けてしまう、うん、発情期となる判断ができるサインを発し続けています。言われたら、なのでこの動画を見るだけで世界観がガラッと変わるような科学的にわかる女性の発情期サインをお話ししていきますよ。面白い動画だ。ムラムラする匂いがする、排卵期の女性からはなんだかいい匂いがしてムラムラする気持ちになるかもしれません。排卵期の女性の T シャツの匂いを嗅いだ男性のテストステロンは増加して、生理中の T シャツを嗅いだ男性のテストステロンは低下することが分かりました。テストステロンとは男性ホルモンの一種であり、性欲、活力の源となります。つまり生理中の女性の匂いは男性の性欲を低下させるけれど、排卵期の女性の匂いは男性の性欲を高めてムラムラ感を高めるのです。なので男性にとって普段よりもムラムラ感が高まる匂いがする女性は排卵期であり、発情期の一つのサインとなる可能性があるのです。これわかんないですよね。いや、気持ち悪すぎるでしょ。なんか急にクンクンクンって考えて、君排卵期だねみたいな通報する可能性が。その匂いがあるって言われたけど、そんな匂いを感じることはあるのかな。鼻がいい男性とかだとなんかわかるみたいな言いますよね。生理中の女性からする独特な匂いがするみたいな、たまに聞きますけどね。そういう男も威嚇さそうっすよ。いや、そういう男威嚇さいんですよ。やっぱ自分がやっぱ匂いに多分、なんだろうな、鈍感っていう、鈍感だからこそ人の匂いが敏感というか、なんかそういうところが。でもなんかやっぱ体温が高いとかもあるじゃないですか、排卵期って。それもあって、そのいつもとは違うその体臭がして、はい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 、それがちょっと一つの男性のサインになるかもしれないですよね。なるほど。へー、匂いなんだ。露出度が高まる。本当だよ。女性の服装選択は、排卵期には女性がより露出度の高い服を選ぶ傾向が強まります。服装と生理周期について調べた研究では、排卵期に近い時期ほどセクシーな服装を好むことが分かり、排卵期にはテストステロンが多く分泌されることが分かったのです。テストステロンは競争心を煽るため、女性はより魅力的でセクシーな自分を演出しようとするのかもしれないと見解されています。またこの時期には自分自身に対しても自信を持ちやすく、他の男性のデートの誘いを受け入れやすいということが分かっているのです。排卵期には冒険心が強まり、それが服装にも自然と現れてしまうんですね。なのでもし普段よりも露出度が高い服装を着ている場合には、排卵期であり、発情期である一つのサインとなる可能性があります。メイクが濃くなる。女性がメイクが濃くなる日は排卵日であり、その背後にはテストステロン数値の上昇が隠れていることが分かりました。女性のメイクが濃くなるのには何か理由があるのでは？と考えた研究者は、実験のために複数の女性を観察して、毎日のメイクの濃さとその日の体の状態を記録しました。その結果、テストステロンの数値が高かった日にメイクが濃くなることが多いことが判明したのです。そして女性の排卵期にテストステロンはより分泌されるので、排卵期、いわゆる発情期は無意識的に化粧が濃くなってしまうんですね。テストステロンは一般的に性欲や闘争ホルモンとして知られていますが、このホルモンの影響で普段よりも綺麗になりたい気持ちが外見にも影響が出てくるのです。普段と比べてメイクに気合が入っていると感じた場合には、もしかしたら発情期である一つのサインの可能性がありますね。眉唾ですけど今のところ。負けばいいおばちゃんとかもう満々なんですけど、この文脈で言うとね、そうですけど、やっぱおばちゃんってやっぱその長年その自分のメイクがあるから、はい、か眉毛とかもすごいじゃないですか。サッチーとかも、そうそう、サッチーさんとか、街行く商店街のね、そういうおば様いますよ。私なんかメイク濃いから俺に気があるんちゃうわ、ちょっとアホすぎないですか。なめんなよって感じですけど。
まあ、女性って結構その新しいコスメアイシャドウ買ったから今日はこれターンだぞってなって、はいはい、ちょっと失敗して濃くなっちゃったとか多分あると思うんですよ、うん、でもそれをなんか今日性欲強いね君とか言われたらもうそのそう言われたもんにはもう終わりですけどね。終わりです。終わり終わり通報ですけどね。ちょっと今のところあんまりまだしっくりきてないね。まあさ一つの、ね、可能性ですからね。より魅力的に感じる。女性の顔が少し赤みを帯びて魅力的に見える時が発情期の可能性があります。排卵前と排卵中の女性の顔の変化について調べた研究では、排卵期には女性の顔が微細に赤くなることが示されました。これはエストロゲン濃度の上昇と血管の拡張が起因のようです。このちょっとした赤みが男性にとってわずかに魅力的に映る可能性があるのです。ただこの赤み、実は肉眼ではなかなか捉えられなく、高感度カメラでしか確認できないほど微細なのですが、肉眼で捉えることができなくても魅力度が高まりやすいんですね。なのでなんかいつもより綺麗だな、可愛いなと思うことがあれば、もしかしたら排卵期であり発情期である一つのサインの可能性があります。これなんか顔が変わるって、俺妊娠してる時と、はいはいはい、妊娠してない時の女性ってなんか違う気がする。あー、そう、顔つきってことですか。もうなんかすっごい綺麗に見えるっていうか、妊娠中は可愛く見える、その妊娠中。ちょっとお客さんとかでそのね、子供できたとか普通にいつも通り話してる人、はいはい、なんかすごい若いっていうのは何なんですか。なぜでホルモンとか、 なんかその血の巡りとかの話なんですかね、もしかしたら。ね、なんか女性らしさがなんか増してるじゃないですか。あ、妊娠してると違うなって気はしてます、ね。それ感じたことないです私。そうなのかも。でも全然違うな。へえ、だけなのかな、わかんないかもしれないですね。なんかね、若返るというか、へえ、お綺麗になるんですよね。そう、綺麗になる気がしてます。匂いに敏感になる、うん。女性は排卵期には匂いやフェロモンに敏感になるように嗅覚能力が優れるようになる可能性があります。ホルモンと行動に関する研究によれば、排卵期の女性の方が経口避妊薬を服用中の女性よりも匂いの感知能力が高いことが分かりました。そして月経周期と匂いの関係を調べた研究では、排卵期が必ずしも匂いに敏感ではないのですが、傾向として排卵中に嗅覚が高まる可能性があることが分かりました。また嗅覚とオーガズムには親密な関係性があり、嗅覚が弱い人と比べて強い人の方が6倍オーガズムに達しやすいデータがあることからも、排卵期にはオーガズムに達しやすい状態とも言えるんですね。また排卵期の女性の創造的柔軟性や独創性が高まるデータがあることからも、いつもより想像力豊か、匂いにも敏感な女性であれば排卵期であり発情期のサインの可能性がありますね。綺麗になるための意志が固くなる。排卵期にダイエットするなど綺麗になるための意志が固くなる傾向があります。生理周期とダイエットする意志に関する研究で、生理前にはダイエットする意志が排卵期に比べて約 15% 減少することが分かりました。今よりも綺麗になりたいといった意志力はホルモンの影響を受けることが分かり、避妊薬、ホルモンを調整するピルを服用している女性にはこのような影響を受けないことが分かりました。例えばお腹が空いている時に目の前に美味しい食べ物が置かれても、今ダイエット中だからやめておくと、普段なら食べているのに我慢をして綺麗になる意志力が高い場合には排卵期であり発情期の一つのサインの可能性があるかもしれません。私なんか食欲すごい増してる時って性欲増してる気がするんですよ、それで言うと。ああ、はい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 、確かに。なんかお腹空いてない時って性欲も全然ないし、はいはいはい、なんか空いてる、そう、生命力が弱ってたから、その時って。お腹空いてない時って生きる力が弱い時だから、はいはいはい、だから生きる力がすごい強い時って食欲もすごい増すし、はいはい、性欲もすごい増すっていうイメージがあるんですよ、うんうん、でもちょっとこれとは言ってることがちょっと違うかもしれないけど、はいはいはい、本能がむき出しになる。排卵期の女性は本能的になり、健康的な体つきの男性により惹かれます。排卵期の女性がどのように男性を選ぶか調べた研究では、彼氏の腕や足の長さなど体が対象であるほどスキンシップが増加することが分かりました。対象であるほど、そして排卵期の女性は彼氏以外の男性とのスキンシップを想像する確率も増えることも分かりました。本能的に健康的な肉体に魅力を感じることが分かっており、体が対照的であるほど健康的だと判断されるため、排卵期ほど本能がむき出しになり健康的な肉体を求めることが分かったのです。避妊薬、ホルモンを調整するピルを服用している女性はこのような影響をあまり受けないことからも、ホルモンによって求める男性の好みも変わり、排卵期が一番大きな影響を受けるタイミングになるんですね。いつ
つもよりも男性の肉体に姿勢も送っている場合には、もしかしたら排卵期であり、発情期の一つのサインの可能性はありますね。最後まで見てくれてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。まったねー。なるほどねまあ、全てこういう可能性があるってことですか。そうですね、まあ、好みもありますもんね。そうそう、全部が全部これが当てはまってるからこの人今発情期なんだって見るのは違うと思うんですけど、もしかしたらそういう可能性もあると。うん、まあ、結構高めですよね。確かに予想してなきゃ見ないです。まあ、かわいそう、さっきの正中線ガタガタな人とか肩左右差すごい人とかはあんまり惹かれないのかな、排卵期の女性は。かわいそう。もし心で見てほしいですけど。そうですよね。その体の対象、その左右対称さで見てほしくない。私別にこの男性左右対称とか見たことないし。私逆にじゃないかもしれないですけど、なんか電車とかで駅のホームのエレベーターとかで前に立ってる男性の靴底がすごい変な水平方してるじゃないですか。はい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 、あれ見るとなんか燃えるんですよ。わかんない。いや、なんかね、なんなんだろう、その、なんだろうな、もう積み重ねた結果の靴底の利用なんで、一人と全然違うんですよ。真ん中が異常に減ってる人とか、どっちも左だけ減ってる人とか、いるんですよ。わかんないな。それ見て、あ、この人はこういう生き様なんだなっていうのを見て燃える。別にそれで、なんかその性的にあれとかじゃないんですけど、なんか燃えます。すごいな、そう視点がやっぱり。そう、だから絶対外回りサラリーマンだなみたいなのとか分かるし、る、ね、ピカピカだったら、あ、クズ買ったんだなみたいな関係ないかもしれないけど、これ女子 4,5 人ぐらいでこの動画見てギャーギャー言いたいですね。ね、ギャーギャー言いたいですね。分かるっていう子もいるかもしれないし、いやいやいやみたいな言う子もいるかもしれないし、ちょっとこれは女子で見てワーギャー言いたい。そうです。でも男性はこれを見てへーぐらいにとどめておくべきですよ ね。まあそういう可能性もあるんだっていう、まあ、だこれもだからもう合コンに向けて叩き込んでおくべき知識ですよね。だからそういうその排卵期の女子が来るかもしれないから、ちょっと整体に通って左右差なくすとか、なんかそういう努力を、はい、していけるので、ぜひ合コンとかマッチングアプリとか勝負が控えてる男性はこの知識をね、脳に叩き込んで勝負に臨んでください。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。またねー。